オプションです。ストーリーモード、あなたがどのようなお人なのか教えてもらえませんか。スポーツマンタイプ、おしゃれタイプ、エッジタイプです。エッジ、おしゃれ、スポーツ、ガリベンタイプです。スポーツマンタイプ、ガリベン、本当によろしいのですか。なるほど、あなたの人となりを把握いたしました。ミリタリー興味ありませんか。はい、私は1年の新しくミリタリー研究会を申請しようと朝からこの場所で部員募集。先輩はミリタリー興味。そうですか、しょんぼりです。放題、朝から後輩をくどくだなんてハレンチな人ね。おはよう。別に好きで話してるわけじゃないわ、ただちょっと用事があっただけ。昨日妹がマヤが帰ってきたわ。伸びたね。うん、結構伸びたのに。さあ、もういいでしょ、マヤ。ただいま。むむむ、どうやらこのお方、先輩、あなたに天使の祝福、具体的には、あし、
ここからが私の腕の見せ所です。ターゲットの名前は口説き放題。今まで異性と付き合った経験なし、優柔不断な典型的草食系男子と。まったくどうしようもない人間ですね。でもそんなあなた様をこのエリート天使である私が幸せにして差し上げます。これまでの練習の成果で今の私は百発百中。先輩のような失態は犯しませんよ。お、あれは悪魔学校の生徒？もしかして同じターゲットを狙っているのですか？はいはい、女神様です。もしもし、エコロです。あ、エコロちゃんどう？試験は順調に進んでる？同じターゲットを悪魔学校の生徒が狙っています。ターゲットの重複は起こらないように調整されているはずではなかったのですか？あら、それはおそらく補修ね。補修ですか？この時期に悪魔学校の生徒が地上にいるということは十中八九補修だわ。ちなみにエコロちゃんも今回の成績が悪ければ冬に補修が。こうなればあの悪魔より先にターゲットに矢を。もう槍を構えてる？10、いや、よし、いっけー。って、うわ、チャージスイッチが入れっぱなし。私はとんでもないことをしてしまいました。悪魔は逃げたようですね。はあ、抜け駆けは許しませんわ。宝大先輩と付き合うのはこの私です。落ち着いて聞いてください。宝大さん、彼女たちは宝大様の体からあふれる目を凝らしてみてください。今の宝大様なら女とかの弱点、敏感な場所が見えるはず。なあ、もう何をほうけていますか。敏感な場所を狙いすまし撃つのです。ダン、フェロモンショットです。さあ、相手を見つめて溢れるフェロモンでズッキューンと撃ってください。
お付き合いさせてください。私と付き合ってください。お付き合いさせてください。私と付き合ってください。何もいりませんわ。それは私が説明いたします。やはり私が見えるようですね。今のあなた、宝大様は眼力が強化され私はエコロ、人間に愛を運ぶキューピッド、つまりは天使です。まあ見習いなんですが。モテすぎ？ああ、それは私の先輩天使。先輩はやればできるお方ですのに、ちょっとうっかり屋さんなところが。あの時はせっかく私が、その後の補修でまたやらかしちゃうから、未だにあんなば、まったく、先輩は本当に私がいないとダメダメさんで。ごふん、失礼いたしました。私たち天使学校3年生の卒業試験は、女神様から指定された人間に、私の担当は宝大様でしたので、あなたに愛の矢を放つ、悪魔からの妨害がありまして、誤って超強力なチャージショットを打ち込んで。通常一度のお敵に使う矢は一発限りだというのに、今回放ったチャージショットの、あ、はい、今の宝大様は人生の全お敵が今日というたった一日に、今日の太陽が完全に沈んでしまう前に本命の女性に告白を成功させて両思いにならなければ、明日からは異性だけではなく同性、果ては動物からも恋愛感情を持たれることは一生ありえません。なんと薄い反応ですか。これが草食系というものなのでしょうか。もっとギターを持ってください。違います。エリート天使である私に失敗などあるはずありません。悪魔、そう、すべては悪魔のせいなんです。その通りです。人間にしては物分かりがいいですね。
では早速今は？ということはかつてはいたということですね。それは確かに脈はなさそうです。ダメだったと、それで諦め、まったく、なんというヘタレ人間ですか。しょうがないですね。これからのためにも一つドキドキモードを試しておきましょう。ヘタレな宝大様を助けてくれる神聖なる妙義です。おっと、ちょうどいい具合に女の子が告白に来ましたよ。試しに昇天させてみましょう。つべこべ言わずにやっちゃいますよ。ドキドキフィールド展開。選んでください。ドキドキフィールド展開。ワクワクするにゃ。Oh!
これぞ先輩じ。さあ宝大様、あなた運命の相手とは何かビビッとくるものが。運命の相手かそうでないか、エリート天使の私が。見習いでもエリートはエリートなんです。では宝大様、くれぐれも女の子の告白は受けないように気をつけてください。もし精神力がなくなれば告白された女の子と結ばれてしまうことになってしまいます。なんといってもあなたの恋路は本日限りのワンチャンス、最終売れ残りセールです。その場の勢いに流されて好きでもない方と結ばれてしまうと後が大変ですよ。セーブしますね。目的地を目指しましょう。では先に進みましょう。出発しますよ。
んな手が、そんな意味ないね。ご安心を。私の姿は宝台様にしか見えない。まあそのようなものです。分かったなら運命の相手を。今さら何を言っていますか。女の子を昇天させて回る。納得していただけたようですね。それでは出発です。
ターゲット。今のところビビッとくるか。ああ、でもきっと大丈夫ですよ。統計によれば運命の相手。待ちなさい。逃がさない。邪魔邪魔、ドッグマです。そこのあなた、道を開けなさい。ぶり、彼女にも悪魔が見え。なるほど。やっぱり見えるのね。ねえ砲台、驚く。私たちの家は代々悪魔ハンターをやっている家系なの。私も。なるほど。噂には聞いたことが。フェロモンが聞いていないのも、おそらくは悪魔ハンターとしての血筋の力。私の姿までは見えていないようですが、うん、悪魔ハンターは危険な仕事。普通の人。うちのしきたり、家族以外との連絡。Bye.
悪魔が見えるってことは悪魔ハンターの素質があるのかねえ放題。今日一日わそしたらゆくゆくは一緒にお…この後に及んで何をひよっているのですか。お二人に嫌われていたわけではなく、先ほどはああ言いましたが、運命を自分以外の手で決められて、あなた胸に手を当てて考えてみてください。もういい、もう知らない。放題なんてどっか行っちゃえ。しのぶちゃん、ま、お兄、困ったことあったら言って。じゃあね。放題様、ここはズバッと覚悟を決めて運命を自分の手で選ルートを選んでください。わかりました。それがあなたの意志ならば。何よ、私は悪魔を追わなくちゃいけないんだから。どっか、やだやだ、聞きたくない。放題なんて知らない。やだやだ。はあ、仕方ありません。ここはこのダダッコさんはドキドキフィールドの力で強引に黙らせてしまいましょう。暴力ではありません。これは天使の力、愛の御業です。それでは行きますよ。何、何、何なの。これ安心してください。フェロモンショットは愛のだ。もう何するのよ。これは何なの。放題から異様なオーラを感じ。これは誤算でした。まさか忍様が強い意志の力の化身、虚説の意志、心の壁が具現化したものです。放題、説明して。これはあなたが科学の実…放題がおかしい。違います。何言ってるの。もしかして悪魔に操られているのか。ひよっちゃっただけですもんね。こうしちゃいられない。あの悪魔、一刻も早く魔界へ送り返さなきゃ。いい、放題、あなたのことは私が助ける。よりにもよってなかなか面倒くさい方を選ばれましたね。セーブしますね。